はいどうもみなさん、こんにちは。スターディの河野玄太です。今回はですね、なぜゼロで割れないのかについて解説していきます。まあ皆さん、小学生の頃から中高と何回も何回もゼロで割るなよと言われ続けてきたと思います。まあ中にはね、先生の中にはゼロで割ったら罰金だみたいな過激派もね、いるらしいですね。まあなぜね、それぐらいゼロで割ることがタブー視されてるのか、これについてまあ掘り下げて今回解説していこうと思います。 それでははじめに簡単な割り算から見ていきましょう。6割る2。これは3ですよね。この6割る2イコール3っていうのは、6つの飴が箱の中にあったとき、この飴を2人で分けますよと。そうしたら1人当たり何個の飴が手に入りますかっていう問題と一緒ですよね。まあ、今回の場合は3個ずつですよね。で、このときのポイントっていうのは、3個ずつ分けたら箱の中に飴は なくなりますよね。だから箱は空になると。こういう風に空になるまで飴を配り続けたら何個ずつになりますかっていうのと同じですよね。まあこれを式としてね、えー、見てあげると、6割2イコール3っていうのは、まあ 3×2 が6だと。これの裏返しなわけですね。じゃあこれを踏まえた上で1、1割0について見ていきます。1割0。まあこんなんね、絶対書いちゃいけないんですけど、まあ書いたとしたら、1個ね、箱の中に飴があると。 これを0人に配りますよと。この時、1人当たり飴は何個ですかっていう問題。そうするとね、まあ何個ずつね、配ったところで、まあそもそも0人なわけだから、配る相手がいないわけですよ。だったら、これ一生空にならないんですよね。飴をそもそも配る相手がいないんだから、箱の中に残り続けるわけですよ。もう売れ残り、一生空にならない。ということで、 これ、そもそも考えられないんですよね。これ、別の見方すると、さっきのね、式と同じように考えると、1割0を、まあ、なんかね、四角と置きます。そうしたら、これ、1は四角かける0と。まあ、こういうふうに置けるわけで、じゃあこの四角に何が入るのっていう話。そうするとね、何かに0をかけたら、絶対0になっちゃうわけですね。ということは、これ、1になり得ないですね。 何入れてもダメ。ということで、1÷0 は、これないんですね。ない。まあこれね、不能とも言うんですけど、まあありませんよと、まあこういうふうに言えるわけです。まあ同じようにね、3÷0 とか 5÷0 とかも全部ね、まあ同じように不能になってしまうんですけど、0÷0 の場合だけは、ちょっと話が違うんですね。0÷0。これって、箱の中に、 はじめから飴は一つも入ってなくて、それを0人に配るんですよね。じゃあ、一人当たり何個になりますかっていう話なんだけど、これね、飴を箱の中が空になるまで配り続けるっていう話があったじゃないですか。で、はじめに1個あったら一生空にならないよねっていうふうにね、話したと思うんですけど、元から空だったら、これもいいじゃん。ね。元から空なんだから、もうこの時点で終わりっていうふうになるわけ。 じゃあ、その値って何って言われたら、うんまあね、えー、一人にも、誰にも配ってないわけだから、ゼロみたいな感じに、ね、なってしまうわけですね。ということで、これも先ほどとね、同じように、0÷0 を四角と置いてみましょう。そうしたら、これね、割る ÷0 っていうのを持ってきて、0は四角かけゼ0と。まあ、こういう風うになる。じゃあ、この四角に何入れればいいのかっていう話なんですけど、1とかね、3とか。 何入れたとしても、ね、0かけたら0になるわけですよ。ということは、この四角には何入れても OK だね。ということは、0ゼ0は全ての値を取り得るっていうふうになるんですね。まあ、このことはね、不定と言ったりするんですけど、定まってないかね。まあ、いずれの場合においても、1ゼ0みたいなのはないし、逆に0ゼ0の場合は、 もう無限にね、答えが出てきちゃうわけですよ。とすると、まあ割り算ね、6割2みたいな感じで3と答えは1つになってほしいんだけど、1つにどっちもならないわけだから、0で割っちゃいけないというふうに言われるんですね。まあここまでのね、総括すると a、a 割る0。まあ a が0じゃなかった場合は、まあ、不能になるね。解がありませんよと。ただ0、0割る0の場合は、無数にあるっていうふうになるわけです。 ただですね、ここからもうちょい掘り下げていくと、そもそも不能だったり不定だったりっていうもの自体議論できないと。こういった話も出てくるんですね。これが割り算の定義から考える場合。まあこれまでの話ね、6割2とか。これっていうのは2人で分けるみたいな感じで、まあここの部分がね、整数になってたわけですよね。で、ここの部分が整数だったら何人で分けるっていうことが考えられるわけなんですけど、 別に、ここにね、整数は来なきゃいけないわけじゃないじゃないですか。分数、3分の5とかも来てもおかしくないと。ということで、その場合のね、定義っていうものを考え直さなきゃいけない。この割り算の定義っていうのを捉え直すと、逆数をかけるというふうに言えますね。逆数っていうのは、元の数とかけて1になる数と。例えば14、1 4る7って言われたら、割る7っていうのは、要は、7の逆数である7分の1をかけると。 まあ、こういうふうに言えるし、割る、例えば2分の7だったら、割る2分の7は逆数である7分の2をかけると。まあ、こういうふうに言えるわけですね。こうすることによって、まあ、割る整数以外の割り算も定義できる。じゃあ、この定義にのっとると、割る0って何とまあ、1割る0とか、0割る0とか。これって、まあ、1だったり0だったりに、 ゼロの逆数をかけていくわけだけど、ね、逆数って何かって言ったら、ゼロとかけて1になる数ただね、先ほども言った通り、ゼロって何かけてもゼロじゃないですか。ということは、ゼロの逆数、そんなもの存在しないんですね。ということは、1÷0 だろうが、0÷0 だろうが、このね、÷0 っていうのを見た瞬間、あ,あ、要は、1に、あるいは0に、 ゼロの逆数をかけてくださいねと。でもゼロの逆数ってそもそも存在しないじゃん。だったら、これ定義すらできないよねと。さっきのね、不能不定みたいな話が出てくるまでもなく、定義不可というふうになるわけですね。まあなので、まあよくね、ゼロで割ってはいけないっていうふうに言われるんですけど、それは禁止しちゃいけないよっていう意味よりかは、まあゼロで割ってもいいんだけど、割れるもんなら割ってみろ。こういうニュアンスですね。 まあ、割れるもんなら割ってみろ。だけど、まあ割れないけどね。みたいなね。だからそもそも割れないようにしましょうと。ね、定義ができないんだから、どう頑張ったって無理なんですよ。無理なものは無理だから、それを考えないようにしようと。まあそういう意味で、まあそれが結果としてゼロで割るな。ね、割ったら罰金だぐらいのね、過激派も出てくると。 まあそういうわけですね。ということで今回ゼロで割ってはいけない理由について話してきたんですけど、もうね、ゼロで割っちゃいけないっていうことはもう何回も何回も出てくるので、改めてね、ここでその重要性について認識してもらえればいいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。